南口ホーム東岩槻駅は、埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻1丁目にある東武鉄道野田線の駅である。駅番号は TD07。1999年11月25日に岩槻駅当駅間が複線化された際、大宮駅岩槻駅間の区間列車のうち約半数を当駅まで延長した。駅東方の引き上げ線は、春日部駅までの複線化により下り線の一部となった。岩槻駅春日部駅間の複線化のうち、岩槻駅東駅間 2.4km は大きなネックであった。元荒川橋梁や廃線になった武州鉄道と立体交差していた可動橋、築堤が残り、原付線造ではなく構造施設の大規模な付け替えが必要となった。当駅始発終着列車は、岩槻駅春日部駅間複線化事業において、工事進捗による暫定的なサービスであったが、春日部までの連続複線化が実現した2004年まで5年間続いた。現在は、単幅境界であった両当たり線は、撤去、防線駅となり、当駅折り返しはできない廃線になっている。かつての東岩槻駅は、北口地上部に駅舎があった。周辺の状況として、北口側には商店やスーパーマーケットが立ち並ぶが、南口側にも広大な住宅地と団地が広がっている。南平野土地区画整理事業の進捗により、南側の人口が増加傾向であったことや、東岩槻駅を最寄りとする学校法人開智学園が高等部の他に、中高一貫部、総合部を開設したために通学する生徒の利用が、増加したことから、駅舎の強靭化による機能強化が図られることとなった。南口を除く部分を2006年1月20日に共用、同年11月1日には南口も共用し竣工した。2007年5月にはホームのアスファルト舗装を完了した。島式ホーム一面2線の地上駅で橋上駅舎を有する。改札街と北口、南口、ホーム間をそれぞれ連絡するエレベーターエスカレーターが設置されている。駅業務は東武ステーションサービスに委託している。2020年度の1日平均乗降人員は 16,418 人である。開業以降の1日平均乗車人員の推移は下表の通りである。岩槻中心市街地からは元荒川を越えた北東、春日部市との市境近くにある。戦後の高度経済成長期に開設されたこともあり、駅周辺は5番目上に区画整理され、戸建ての住宅や団地が並ぶ。駅から北西 2km の位置に工業団地が立地し、各企業の送迎バスが当駅から発着している。隣接する豊春駅周辺と同様に、埼玉市岩槻区表慈恩寺、商工、徳力地区と春日部市境が複雑に入り込んでいる。地域が存在する。名跡、旧跡1931年から1950年まで、岩槻、豊春間に渋谷駅があった。位置は、埼玉県道65号埼玉幸手線との立体交差付近である。渋谷バス停は、国立東埼玉病院線の岩槻駅、西口乗り入れに伴う経路変更により、2017年4月1日付で廃止された。ありがとうございます。